や、なんか人だかりができてるぞ。本当だ。うわ、ちっちゃい女の子が喧嘩してる。理由を言いなさい。なぜ私が冒険者の資格をもらえないのか。だからあんたみたいな生意気で礼儀知らずのガキにくれてやるものはないっつってんのよ。な礼儀知らずはあなたでしょ。シュバルツラング家の当主である私に対してよくもそんな口を。ほら、シュバルツラング家の方でしたの。私、フォイエルバッハ家の霊長でございますの。同じ貴族仲間ですわね。あなたみたいな金で仮面を買った成金貴族と一緒にしないで。くだらない。つまりは金で買える程度のものってことじゃない。それを傘に着て威張り散らして、あんた自分がどれだけみっともないか分かってる？言わせておけば。もう、もう我慢の限界だわ。覚悟なさい。あら、口で負けたら武力行使？最近の貴族様は随分と野蛮なのね。なんですって？うわ、かっこいい。すげえ。ちっこい姉ちゃんの方が優勢かな。ジーノくん、あんなにチロチロ見ちゃダメだよ。もっと近くで見ようぜ。ほら、うわ、引っ張らないで。うわ、あ、悪い。何をあんた。何、邪魔をする気ならあなたも容赦しないわよ。うわ、違うんです。転んじゃっただけで。あの、その、私も冒険者の資格もらいに来てて、だから、その。あのね、少しは状況を見てもの。ん？あんた、その杖どうしたの？え？あ、これは先生からもらったもので。先生って、それロロナの杖じゃ。うわ！もしかしてロロナが言ってた弟子ってあんたのこと？ん？あ、はい。ロロナ先生は私の先生ですけど、それを先に言いなさいよ。へえ、あんたがロロナのね。ほら、こっち来なさい。冒険者の資格なんていくらでもあげるから。あげられて、なんで私はダメなのよ。何よ、あんたまだいたの？いたわよ。いたに決まってんでしょ。あのね、この子は錬金術師なのよ。この国に3人しかいない貴重な貴重な錬金術師。お分かり？錬金術師？その子が？そうよ。しかもこの国を大きく発展させたかの有名なロロライナ・フリクセルの愛弟子。つまりはあの悪名高きアストリッド・ゼクセスの孫弟子なんだから。それでも文句あるわけ？あなた？はい。名前は？名前は何というの？しかと覚えておくわ。なんで私が恨まれるみたいになってるの？まったく、自分で言うやつに限って肩書きに弱いのよね。ほら、資格を取りに来たんでしょ。ついてきて。おい、トトリ、お前だけずるいぞ。ごめん、
の友達も一緒なんですけど。一緒でいいわよ。ほら、早く来なさい。はい。と、自己紹介が遅れたわね。私はクーデリア。冒険者関係の手続きなんかは全部私がやってるの。これからよろしくね。はい、よろしくお願いします。あの、クーデリアさん、先生とお知り合いなんですか？まあね、ロナナとは腐れ縁っていうか、幼なじみっていうか、大親友っていうか、そんな感じなわけよ。はあ、よくわかんない。それでと、はい、冒険者免許2人分。これであんたたちも晴れて冒険者の仲間入りよ。おお、これが冒険者免許。やったー、ついに俺も冒険者だ。冒険者なんてなりたいって言えば誰でもなれるんだから。そうなんだ。それじゃあさっきの女の子は？あれは論外。素直に頭下げてりゃこんなもんすぐあげるってのに。まあ冒険者になるのは簡単だけど、一流の冒険者になれるかは本人の努力次第。これから頑張りなさいよ。わかってるよ。とにかくいろんなとこ冒険に行って強いモンスター倒しまくればいいんだろ。そこまで単純じゃないわよ。いいわ、一から説明してあげるからちゃんと聞いてなさい。これだけ教えておけば十分よね。ちゃんと理解できた？あ、はい、どうにか。ポイントがあったりなかったりして、それで方針は。まあ簡単に言えば、いろんなとこ冒険して、いろんな敵を倒して、依頼とか調合とかいっぱいやりなさいってこと。細かいことはやってるうちに覚えるから。なんだ、それじゃあ今までやってたこととあんま変わんねえってことか。そうだね。でも免許もらったし、これからはこれまで行けなかったとことかもっと遠くまで出かけられるんだよね。といけない、一つ重要なこと忘れてたわ。今渡した免許だけど、有効期限は今日から3年間だから、それだけは絶対忘れないで。3年間？それ過ぎたらどうなるんだ？あんたたちのランクがちゃんと上がってて、十分冒険者としてやっていけるって分かったら、期限を延長してあげる。じゃあ、ランクが低かったら？その時は免許取り消し。そうなったら、あんたたちは二度と冒険者になれないわ。真面目に活動してればそこまで厳しい条件じゃないわよ。あんまりボンクラ冒険者が増えても困るし、これくらいの制限は必要なの。不安だな、私大丈夫かな。何いきなり落ち込んでんだよ。3年間頑張ればいいってだけだろ、余裕だって。さて、これで一通りは説明したわよね。あんたたち、しばらくこっちにいるの？いえ、明日には村に帰らないといけないんです。
が正しいのね。それじゃあロロナとも会えないじゃない。こいつったらどこを突き歩いてんのか知らないけど、全然こっちに帰ってこないし。そうなんですか。残念、久しぶりに会いたかったのに。そうだわ、どうせあんたたち宿なんて取ってないんでしょ。今夜はロナナのアトリエに泊まってきなさい。先生のアトリエに？いいんですか？いいのいいの、私の家でもいいんだけど、さっきのバカ娘のせいでまだ仕事が残ってるし。はい、これアトリエの鍵ね。ありがとうございます。どうしてクーデリアさんはアトリエの鍵を？それは、ほら、あの子うっかりしてるし、鍵なんて持ち歩いたらすぐなくしそうでしょ。だから、私が預かってあげてるの。なるほど。って言ったら、先生に悪いかな。おい、行くなら早く行こうぜ。また長いこと馬車なんだから、ちゃんと休んどかねえと。待ってよ。それじゃ失礼します。うん、時間があったら明日見送りに行くから。あれがロロナの弟子ね。なんか納得だわ、雰囲気から何までそっくりじゃない。冒険者になりました。